どうも、アンペロボルタです。今回は VTuber ロボット会。今回はホロライブの大空スバルさんのマスコットキャラであるスバルドダックのロボットを作ります。残念ながら今の僕の技術では空を飛ばせませんが、二足歩行はさせたいです。それでは高速開始。まずは可動部の設定。可動部は過去の動画で考えた構造を使います。モーター3つで歩ける二足歩行アボです。で、ダックの部分を設定します。丸いオブジェクトからちょっとずつ盛り上げて、くり抜いたり追加したりしたら完成。設定したデータを 3D プリンターで印刷、金具で補強したりしながら、印刷したパーツを接着剤で接着します。この接着剤はいつも使ってますが、材料を溶かしてくっつけるので強くくっつけば扱いが難しいです。いろいろパーツをくっつけていきます。モーターの軸にするネジをつけます。どこのご家庭にもあるパイプカッターでアルミパイプを切断、ネジを通して可動部を組み立てます。アルミの管をつけるとスムーズに可動させられます。結構パーツが多いんですよね。基本構造が完成。ここにサーボモーターを組み付けます。軸の部分にグリースを塗ります。足を組み付けて、ダックの部分を組み立て、次にサーボモーターに接続する配線を作ります。コネクタを切って、配線も切って、ハンダ付け、熱収縮チューブで絶縁して、完成。あとはコネクタをサーボモーターと、ラズベリーパイに接続。なんやかんやして、キャップをかぶせたら、完成。スバルドダックロボです。実際に歩かせてみると、ちょっとふらつきますが無事歩きました。歩く速度も変えられます。あまり変わってるように見えない。以上、スバルドダックロボ制作でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。